やるかい。まあ、ちょっと取り忘れよう。ちょっと一回やり直してんの、一回やり直して、ちょっとま、ここに、あの、大臣と会った後に、ここに来ると、これがあるわけよ。叩いてくださいね。なんだそれ。俺は何言ったらわかんない。大きい男から10個円。なるほど。逃げてくれ。10万ぐらいもらえるってすげえな。とんでもない話だな。相手のフラワーとはちょっと違うので注意してください。持ち歩くことはできない。まあ、とりあえずフラワー関連のものはもう全て最高って思ったけど、もう最高だよな。いい曲だな。キノコです。見ればわかりますね。相手のキノコとはちょっと違うので。なるほど。じゃあ、ちょっと戻るか、じゃあ。あ、まだあるか。何？えへん。スペシャルを使うとき必要になります。てて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 。知ってる。ちょっとテンション下がったな。さあ、じゃあ、いつも。さあ、戻ってきたぞ。戻ってきたぞ。さっきのやつ多分ね、あのタイミングでやんなきゃダメなんじゃないかなと思ってるんだけど、どうなんだろう。助けて。助けて。はっはっは、全部楽しそうだな。おぉ、仲良し。離れうまい。いいじゃないか。ドゥル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 。確かこいつなんかジャンプ効かなかった気がするんだよな。でもなんか俺が今アクセサリーつけてるからなんか効いてるような。効いてるような気はするんだな。最初から電気使えばとか。これ倒せる。なぜかキノコ城が乗っ取られてるという謎の話になっている。どうも。おう、よかったな。てってて。最初から電気を使う。いや、止まるよ。おう、コロをもらって任せろ。裏カプセルもらった。てんてん。任せろ。さあ、レベルが上がったぞ。チラ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 。35。よし、これだ。これで結構もう強くなったんじゃないの。ででんてん。かっこ、おら、お前絶対助け、お前も助けてやんねえぞ。おら、知ったこっちゃね。死闘で取る、取るわ。ヘボスレイヤー。すげえな。とんでもねえことなってんだ。俺、あれすぎだろ。なんだこの間違いって。ああ、結婚式、どこに行くの、それは。ててるてて。おお。あ、そうだ、動画来たよ。みんな好き。お前が一番怪しいかもしんないけど。こんなの見つけました。何見つけたの ?10 個に。てるてるてる。おお、ずいぶんやってんじゃねえか。お金置いててください。これでお金置いててくれる人って結構どのぐらいいんだろうな。まあ、そこはなぜだな。毒すぎバッチ。毒すぎじゃ買っとくか、じゃあ。てる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 。まあ、上がるんだったらいいんじゃないか。おい。はい。買い物。持ってておくれ。俺だ。俺だぞ。お、来い。やった。ちょ。待って。よし、それで、オーブの、よかった。よかった。ちょうどいいタイミングで来てくれたな。ナイス、極まれないぜ。他の出てくれ。ちょっと待って、財布。ここで売れるのか。逆に売るってとんでもない話だな。100円さんで売れるぞ、これ。お、高いな。フラワー系めっちゃ高く売れんじゃん。すごくなってんな。へえ。まあ、売らないでよくよる。これ売ったら逆に怖いけど。どうなの？ありがとうございます。いいですよ。これをあげよう。フラワーカプセルもあった。フラワーカプセルはまあ結構あれだから。まあ、結構重要だからね。ちょちょーん。のんきだな。ちょっと一回止まるか。ちょっとマロの体力がやばいんだよな。ドゥルドゥルドゥ。休めよ。3個で3万だからな。とんでもねえ額だよ。3万だよ。3コイン。この物価は半端。おお、珍しく起きてんじゃん。ほら、起きた。ドゥルドゥルドゥ。何を言ってやがる。
機嫌が悪いんだ。レベル5来たぞ。今ちょっと寝る寸前でやってるからな。寝る寸前とか寝る時間のあれでやってるから。なんだこいつは一体。ちょっと今日は辛めにしとくか、ちょっと。ボボ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 。全滅させる？おい。おい。話しかけられ。かわいそうに。トゥル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 。あ、そう、これまた取れるようになってんだよね。あのさっ、これは、いや、これどうなんだろう。これ、一回なんかクリアしたらまたあれなんかな。と、なんつうんだ。つまり、ややこしいな。ちょっと説明ができん。説明ができんぞ。何やってんのかな。ぼんやりすぎバッチ。お、結構上がるね。じゃあこれはもらっとくか。俺さ、このパートの最初の方で一回取ったんだけど、一回取っ、まあこれ2回分取れるわけよ、要するに2回分な。その最初の場合と今回の場合で、俺最初の場合取り逃してしまったから、取り逃したっていうか、まあ取り逃したままこの状態に来て、ここ取って、でもクリアしたらどうなんだろうっていうのが、まあそれがちょっと、まあ、ちょっと気になったけども、まあ多分取れないんだろう。多分1回分しか取れないんだけど。おお、巻きの秒か。避難してるんです。この頭逃げ遅れちゃって。だけど大変なんだ。無事かな。こんな時にも他のやつに親切にするだなんて、とてもいいやつだな、本当に。キノピオ。キノピオ。いつもいつもありがとう。ステー、出た甘いんだよ。ふん。トゥ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 。頑張ってるね。なんだ、俺もじゃあずっとジャンプしてないのか。そうなのか？そうなのか？そうだって。感謝の塊だな、おぉ。いつもいつもありがとう。どういたしまして、大臣が。大臣はまあ黒幕だからいいんじゃない？別に。大丈夫だ！なんだ、大事にした衣も出てください。フラカプセル、マジでやばいな。キノピオやばいぞ、本当に。元気にしてみましょう。おお、一体何を使ったの。一体どんな技を使ったんだ。ててててお、ついに、あ、星1あったのか。まあそれは後々わかるであろう。後々わかるだろう。そして俺はそれを超えていく。俺は過去を超えていくぜ。でででで で、ここも行ったべ、ここも行ったべ。まだやってんのかお前は。かわいそうに。で、ここ OK。じゃあ、トトリッカじゃ。トゥッドゥッドゥッドゥ。もういいだろう。戦いまくったからな。もうやっておるね。みんな逃げちゃった。ジャンプするんだ、運動になるのか。素朴な疑問なんだけど、これなんか裏技があったような気がするんだよな。なんか俺の裏技的なわかんないけど、なんか大事に話しかけることができるみたいな。建造部でけえな、しかし。てってってって、失礼。悪い子、上のお知らせ。ひげ、おい。ドンドドン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 。この曲めっちゃ好きなんだよ。懐かしいな、この曲。この曲はさっきの曲のあれなのか、あれアレンジなのか。おい、まあ、これでおしまいだろ。しびれている。これジャンプはあれだっけ、なんか使えば使うと強くなんだっけ、なんか最終的に。防御しとくか、とりあえず。お、来たぞ、この壁。これ防御してよかったんじゃない。一応今日からはね、これもずっとこれでいいんじゃない、勝てるけど。あ、これで電気使えるんだ。お、めっちゃ食らうじゃん。
別にガードさせる必要なかった。どっちに行く、まあ、バランス的にはいい感じなんじゃん。おお、でも全然アンスナ食らんねえな。60めっちゃ食らってんじゃん。これ多分ね、確かその何だろう、その押すタイミングのも 2種類あるんだよ。2種類っていうか、なんかその攻撃が当たる瞬間にさらなるパー、多分 さらにパーフェクトなタイミングでやると多分ダメージが増えるはず。おいおい、ズームいけそうじゃないか。なんか今のところ余裕で、まあ余裕でんだけど、俺はサクサク行きたいから。おお、来たぞ。さあおしまいだ、建造とやらも。もういったいったいった、なかなか綺麗に決まったんじゃない。テンテレンテンテンテレンテン、じゃあ、こいつはもらっていくぜ。こう謎のスターはスーパーマリオがな、なんでスーパーマリオなんだよ。ハイパールイージはどこ行ったんだって。そう、ルイージいねえよな。どういうことなんだ。てん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 って普通にあそこに横にいるけどな。大臣が震えておる。大臣のくせにスターピース。大変だ、早くこっちぶちのめせ、早く。あ、こっちにもいたのか。気づかなかった。この辺が強い。ちょっと強い。やめるんだ。ああ。爪が甘かったな。放置していいか。止めてくるのか。一体何が。大臣。こぶし、キノピオ精鋭隊。そのマリオの持ち上げはもう、そのマリオ持ち上げなくていいんだぞ。マロのことをもうちょっと褒めてやってもいいんじゃないか。多少は姫がいないという対の時にこんなところが起きてしまうとは。姫が心配で嘘つけや。お前心配してねえだろ。お前、おじいちゃんに聞いてみるのどうでしょうか。う、何でも知っている。ケロケロコから来ましたマロと言います。てえれってえ、マリオ殿しかおらんのです。かわいそうに。メカの何だい、嫌だったらどうする。応領させてください。なんで勝手に話進めてんだ。なんで僕がキノコ城に来たんだっけ。ぼんやりマッチ。突然現れたカジオの手下ケンゾール。マリオの手に入れた星と何か関係があるのでしょうか。二人はキノキロスエルと進みます。てる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 。おお、優しさの、やっぱ違うな。いや違うな、キノピオは。やっぱキノピオはやっぱ格が違うわ。さすがだ。俺はお前の存在を尊敬している。俺はリスペクトをしているぞ。って言ったらとてつもないことをされるかも。本当は黒幕だったっていうパターンもあるからね。10日の気がしない。そうなのかい、そうなのかい。もういいよ、ピーチ姫は。そういうこともあんだろ。しっかりな。あ、入れなくなってんのか。そっか、なるほど。もう入れなくなるのか。そら危険だな。そら危険極まり。これなんかもう、誰かあれを助けてくれなかったみたいな、なんかいろいろなんか話したからな。多分荒れるんじゃないか、そのうち。そのうち内部分裂が始まると。ドゥ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 。もう平和だな。もう忘れてんのかもな、先ほどのことは。おい、頑張ってくれたまえ、頑張ってくれたまえ。デデレデデ。さあ結婚。おっ、急にいなくなってる。星の降る丘で願い事をして、隣の村で結婚式をするために留守にします。お前、ずぶん、無防備すぎだろな。家に全て置いてくだなんて。とんでもねえな、このベッド解体されたらどうすんの。そういうこともあり得るだろ。
まあ、全てが元に戻ったよな。何事もなかったかな。本当は何もなかったのか、何もなかったのかもしれんな。マリオがでっち上げた全てなんかあれなのかもしれん。そういうことなのかもしれん。てれてれてって。いなくなっている。なんということだ。俺はどうすればいいんだ。どうだろうだろうだろう。さあ来たぞ。心配していた。本当かよ。さっきからそればっかり言ったの。これじゃ食べられたいせんよいな。コオロギせんべい。コオロギせんべいどういうあれなの一体。ん？おう。よかったじゃないか。てれてて。ふん。この先頑張るのじゃよ。頑張るのじゃよ。笑って。頑張るよ。人生とは頑張ることだ。そうだろ。そうだね。何者かの声が聞こえた。